はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はスタミナ満点ラーメン鈴木さんにお邪魔しました。こちらのお店にはずっとね、行きたかったんですけど、やっと念願かなって伺うことができました。今回は営業時間の最後の方にお邪魔したんですけれども、お客様がね、まだいらっしゃったので黙々と食べております。久しぶりにシンプルめな編集となっておりますので、本編をお楽しみください。
構成が全く分かんないですけど、めちゃめちゃうまいです。そうです。中華風ポークチャップみたいな、なんか。これうまいですね。うまはい、ということで本日はね、スタミナ満点ラーメン鈴木さんで、限定メニューとデフォルトにあるメニュー、こちら計3杯ねいただいてきたんですが、これ実はすいません、ご飯ね残っているので、なんで残ってんだって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、最後ね実はつけ麺を食べたんですよ。ただこちらのつけ麺をいただいている間はちょっとねもう営業が終了していて、お客様もいらっしゃらなかったので、お店の方とね結構話しちゃって、これちょっと動画を見てみたら、いやこれ使えんなと思ってバッサリとねカットしちゃいました。すいません。今回いただいた3種類のラーメンなんですけれども、なんていうかね、こうスタミナ系というかがっつりとした味わいで、美味しいよりもうまいが合うような、もうパワーあふれるラーメンばかりでした。ふとした時に中毒的にねこう食べたいなっていう意欲が出ちゃうようなうまい一杯ばかりでしたので、ぜひ皆さんもスタミナ満点ラーメン鈴木さんで、こちらの美味しい一杯を食べてみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。